あー、この大量に買ってきた食材を冷蔵庫にきれいに収納していきます。さあやるぞ。全部できました。あんだけ買ってもうあれ限界ですよね、買い物1人で行くのにね。でもね、大きな冷蔵庫に入れるとね、まだこんなに余裕があるんですよ。まだこんなに余裕があるんですよ。もうここら辺も全部埋めたいんですよ。全部これ埋めれたらね、多分ね、もうね、週の真ん中でね、買い物行かずにね、週に1回だけの買い物できるんですよ。持てないんですよ。だから結局冷蔵庫こんだけ入れときゃな感じになるんですけども、もうこれ以上無理まあ冷蔵庫の中に何が入ってるかっていうのをちゃんとやっぱ把握しないと、結局腐らせるっていうようなことになるんですよ。で、私もこういうトレー、これはもうすごい重宝してて、このバナナの奥にあるね、このこういうのも何が入ってるかっていうのをね、ちゃんとこう把握して入れておくと、でこういうトレーをうまく活用すると、すごく冷蔵庫の中すっきりすると思うので、これニトリですよ、ニトリね、ぜひこういうのを活用してもらったらいいかなというふうに思います。こんな感じで、これでも1週間持たないというのが大家族の現状でございます。